カレーしかない映えを全く狙ってないカレーっていうのが素晴らしい。今パッて見たらもうママタバコ吸い切ってたわこれまあ死ぬまでそう。いやそれ、それでええやん。いや今回喫茶店を訪れるのはナジャグランディーバと SNS を中心に注目を集めるドラァグクイーンフェミニーナ。さあここは、はい、天神橋筋6丁目、6丁目いわゆる天禄というところですね、はい、天禄はこういうちょっとしたなんか細い通りに結構いろんなお店があったりするんですけど、はい、私この辺ようチャリでうろうろしてますからもう全然庭みたいなもんですよ、ね、ここですけど知ってる系ですか。いやここはでも知らなかった、というよりこの通りはさすがに通ったことなかったね。これ何年ぐらいされてんねやろ。すごい老舗な気がする。なんかあれですね、このガラスにこの文字をなんか、そうやね、その昔からありそうな感じしますね。どうもよろしくお願いします。お邪魔します。ドア開けとこうか。いやいいですよ、大丈夫ですよ、いけると思います。はい、どうぞ。うわもう古い喫茶屋で、ここですか、ここにお邪魔していいですか。どこでも好きなとこ行って。いい雰囲気のお店ですね。いや、そうかな。いや、そうですよ。1970年創業の喫茶ルーチェ。82歳のママが守り続ける喫茶店は常連さんたちの憩いの場となっています。何おすすめは何、飲み物って何がありますか。だいたいあそこに看板あるでしょ、うん、あれですか。ほとんどない。いやあのお客さんがほとんど飲み物何がありますかって聞いたらほとんどない。ほとんどないって言ってた。よう知ってるわ。で、あそこにあるコーヒー、紅茶、ミルク、ジュースがあるってことでしょ。ジュースがちょっと今やめてる。ジュースないから。コーヒー、紅茶、ミルク。それはほとんどない。ないわ。ない。じゃあアイスコーヒーがいいです。アイスコーヒー、はい、それだったらすぐできます。すぐできます。なんてアイスコーヒー。私アイスコーヒーで。私は紅茶にします。紅茶、うん、紅茶の冷たいの熱い。紅茶熱いのにする。はい。うん。昭和感だいぶあるね。うん。ありすぎやろ。もうそのままや。いやでもいいじゃないですか、なんか趣があって。ほんまや昔ながら。いやそうですよ。この椅子をね。うん、テープを貼ってちゃんと最後まで使い切るっていうのがここのね、だってもういいですね。レジがあるんです、見た、すごい骨董品やで、あれ、あこれも骨董品、もうめっちゃ歴史感じる、そのレジ、あのガチャンって出てくる、これ値打ちもんですよ、ほらこれすごい今レトロブームやから、これあれですよ、いいねで買い取り、これタイプライターかな。でもね、なんか文字入ってません、すごい。あの文字あるけど、文字が良き店栄えるしかない、良き店栄えるってことだよね。いろんなこと打てる言ったけど、私は分からん、私もさっぱり。これ使える人ももうどんどん減っていっちゃいます。でもこれ今使ってないんでしょ。使ってない、もう金庫、金庫開けるだけ、金庫、金庫、金庫、ありがとう。ミルクティーでいいかな。ストレートでいいよ、ストレートで。あ何もいらんの、うん、ストレート派だっつ、私は。ありがとうございます。私も何も入れずに大丈夫です。何も入れです。あーいい香り、待ってる待ってるよ後ろで電話してるから。そう、後ろで向こうでね、今電話中やから、うん、びっくりする。 いやでもね、これやっぱり天禄の人ってこういう感じですよね、みんなね。近所の人がよう通ってはんねんなっていう感じがしますね。憩いの場みたいになってんのかな、この辺の近所の。あんまり言ったら年寄りの集まりや言われるから。いやでもなんかそれがでも大事ですよ、家でずっとおるよりね、なんか人と触れ合う方が。美味しい紅茶、ほんま、うん、ダージリンですね、これダージリン紅茶ね。そう、そうかもしれない。いや絶対これはね。だって名前分からんもん。分かれんよね、うん、でも紅茶、紅茶、ま、紅茶は紅茶ですよ、これアイスコーヒー絶対美味しい。アイスコーヒーも今大体このぐらいまでですよ、うん、
七分八分やのに。あ、そうやね。なみなみね。いただきます。優しさ。ちょっと苦いじゃん。あ、全然苦くないです。普通に美味しいです。あの街中喫茶店のアイスコーヒーって感じです。あ、そうか。このね、雰囲気で味わえるのがいいよね。うん、ここは。え、あのお母さんおいくつなんですか今？もう80なぼや。80？81 か。81。ママ82なんだ。もうなの？82になった。お客さんの方が知ってる。お前ね、もう80も超えてきたらもうあと何歳でもええもんね。80にしとこ。52年やってることで30歳ぐらいでオープンして、28でオープンして、うん、へすごい。え、じゃあ52年前からこの壁もこのいう壁なの、まま、うん、この立体的なこの壁おしゃれじゃない。そう、これ大学生がした、ね、芸大っていうか。あ、そうなの。こちらの前の人。うーん、あ、ここはもともと喫茶店やったの。いや、バーバー、なんやらバー言う。なんやらバー、ゲバー。ゲバーか。それと違う。なんやらバー、ゲバーじゃない。うん。そのバーがもうルーチやろ。そう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 。ああ。じゃあだいぶ前やね。そう。でもなんか分からんけど、長いことやると、うん、やっぱりなんかそこがバーでやろうと喫茶店でやるとしっくりくるんやね。うん、なんか。喫茶店ルーチやもん、ここはもう。そうですね。ここはなんか食べ物もあるんですか？今も言うとってカレーぐらいしかしてない。カレーだけ？うん、カレーだけ、うん、カレーにするじゃん。じゃあいただきましょうか。カレーしかないもんね。カレーしかない。もうオーナーもカレーしかないもん。カレー頼むしかない、ね、じゃあカレーをお願いしていいですか？はい。フードあると思いませんもんね、ここね。どこにも掲載されてないもんね。メニューもないからね。メニューもないもん。さっきからずっと探してたんですけど、メニューもないっていう。そう。あ、だからもうあんまり食べ物を頼むお客さんが少ないですか？昼はおる。あ、もうカレー。昼はカレー。カレー。それしかないもんね。いや、カレーばっかりでもカレーしかないのに。カレーしかないから。焼き飯、オムライス、邪魔臭いな。邪魔臭いない。あ、作ろうと思ったらメニューにはあるけど。うん、あるけど。邪魔臭いね。邪魔臭い。焼き飯、オムライスは。うん、だから僕も今はもうカレーしかない。名護続けてもらわなくて。そうや、ね。もうカレーで、もう皆さんカレーにしてあげてください。そう、そういうことですよ。こんななんか、老後って言ったら失礼やけど、うん、こんな感じの店したいわ。したいわ。あ、もう自分が本当は私も70ぐらいになったら、うん、だから日体大とか大阪体育大学とかの横でした。めっちゃピンポイントで言いましたね。もうそれでいいよ。もうほんでもコーヒーも100円ぐらいで出して、あ、学割みたいな作って、うん、でバーの方がいいかな、ちょっと酔わして。あ、酔わせてやって。ごめんなさい。田舎のカレー屋で。いや、美味しそう。美味しそう。映えを全く狙ってないカレーっていうのが素晴らしい。もう家のカレー。オリジナル。ママのオリジナルやね、これ。そうや。え、ほらママがこれをもう全部こう野菜切って煮込んでこう作ってる。うん、作ってる。あ、そうね。うん。美味しい。ちょっと辛いない？あ、全然私は大丈夫です。いや、いい感じ。家のカレー。あ、そう。いや、これ通うの分かりますわ。うん、おいしい。ほっこりするわ。いける？うん、いけるわ。いやで今パッて見たらもうママタバコ吸い切ってたわ。ね、いつもここでその席でタバコ吸うてんの？いや、どこで吸うか分からん。あ、そうなの。もうタバコはやめ、ずっと吸ってるの。タバコ歴何年？これまあ死ぬまで吸う。いや、それでええやん。いや、それでええやん。今の時代にいいですね。いや、素晴らしい。もう今82やろ。82でタバコをやめても、どうしよう。もう一緒やって。一緒や。もう入り込んどる。入り込んどるもんな。やめたら死んどると思うで。やめてもたらね。うん、で、これも楽しみの一つやから、タバコも。それ置いといた方がいい。まあもう。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でお二人の話を聞いていきます。将来に向けて投資とかってされてますか？投資？投資、積み立てNISAとかね、あるやんな。
やってんの、そんな新ニーサがね、新しく始まったから。新ニーサ始まったよ、やってんの、わ、すごい。あ、そう。いや、でも、あれでしょ、もう予算持ってるから。いやいやいや、物件運用とかそんなんちゃいます、皆さんは。いや、そんなの不動産ってこと、不動産。そんなの一個も持ってない。だって今住んでるとこも賃貸やし。でもその国民年金と、あとなんかそういう別でその年金みたいに入ってくる積み立てみたいなのあるやん。はいはいはい、それはやってるかな。でもそれぐらいしかやってないよ。なんか結構多いな、みんな。そのゲイの人たちって結構刹那的っていうか、稼いでも全部服芸の買うたりして、こけし持てる子が多いねんけど、なんか私も割とあんまり先を考えず生きてる。